避けなよ。無理無理無理。次やったら殺すからな。いらっしゃいませ。お待たせ。全力で名古屋のうまいもん買ってきたよ。バカが帰ってきた。実は俺、私立探偵を始めようと思って。名古屋、岐阜を舞台にした人気小説がついに映画化。刑事？絶対警察の勘違いよ。美穂ちゃんの弟さんに限って殺人事件の容疑者だなんて。公園で女の子がケーキを持って戻ってくるのを待ってたら、別の女の子を見つけてしまいました。真犯人を見つけて俺の疑いを晴らしたいの。ドン引き。私、あの人知ってます。結構きな臭い噂の多い人なんだよね。俺らがいくら金を払ってきたか。大輝くんが公園で見つけた女の子、私が担当だったの。お姉さん、山本って名前に心当たりないですか。大人を舐めてるとそのうち殺されちゃうよ。あなた、それに絡んでますよ。その程度の人数で本気の私と喧嘩できると思ってんのか。俺は命だってかける。兄弟って嫌いだから縁を切るのか、死んだことにして忘れるのか、そういうのは難しいんですよ。大輝のことをちゃんと守ってあげてね。信じろ。女子大工事の名探偵